街灯近くに置いてあったな。見張りもいねえし。見張りはいたのだと思いますよ。今タルタロスの復旧に追われてるでしょう。行きましょう。ここです。ここの貨物をどけると奥にいいものがあります。貨物を動かせばいいんですね。そうです。ところでルーク、女性に力仕事を押し付けるのは感心しませんね。大佐、私なら大丈夫で。それとも貴族の坊やにはまともな筋肉がついてないのでしょうか。やれやれ、脳みそは筋肉でできていそうなのにね。なんだと？バカに。え、ちょっと待てよ。あんたも男じゃねえか。手伝えよ。嫌ですね。あなたの方が若いじゃありませんか。私はもう節々が痛んで。わーたよ。ほら、どけよ。俺がやる。さあ急ぎますよ。六人将の何人がタルタロスを襲ったか分かっていないのですから。さっきあんたが倒した黒獅子のラルゴってやつ以外にもここに来てるってのか。あと3人は確実にいますよ。ライガとグリフィンを操っている者とブリッジで我々を襲った者たちです。今の私たちでは六人将にかなわないわ。不意をつかれたとはいえ、さっきも一撃で倒されてしまったし。ラルゴの時のように逆にこちらが不意をつければ話は違いますが、そうそううまくいかないでしょう。寄り道している暇はありませんよ。オラクルの連中より先にたどり着いて棄戦を制する必要がありますからね。ありましたよ。これがいいものか。大佐、これは爆薬ですか。爆薬？なんでそんなものが。艦内に物資の横流しをしている集団がいましてね、彼らがここに爆薬を隠していることを突き止めていたんですよ。この騒ぎで調査も無駄になってしまいましたが。なるほど、これに火をつけて壁を破壊するわけですね。おっかねえな。大丈夫なのかよ。爆発に巻き込まれなければ平気ですよ。さ、急ぎましょう。発火は不術ですか。いえ、ミュウに頼みましょう。出番ですよ、ミュウ。はい、ですな。ちょっと待っ。ビビった。お前いきなりすぎんだよ。ミュウ、ごめんなさいですの。いえいえ、上出来ですよミュウ。さて、ああつうか二人とも、なんで冷静な顔して爆発を見てんだよ。化け物かっつうの。
ら、イオンをさらってどうするつもりなんだ。今の同志イオンは戦争回避のために行動している。その同志をさらうということはやっぱり和平交渉の妨害。イオン様のキムラスカとマルクトへの影響力を考えると、今回の和平交渉にイオン様の存在は欠かせません。妨害方法としてはイオン様をバチカルに行かせないのが最も手っ取り早くて確実であるのは間違いないのですが、マルクトの軍用艦を襲撃するほどですからね。果たしてそれだけでしょうか。裏があると。どういうことだ。推測だけで語るつもりはありませんよ。この場を収めた後ゆっくり考えましょう。どうやら間に合いましたね。現れたようです。タルタロスが非常停止したこと気づいてるか。さすがに気づいているでしょう。それよりこのタイミングでは詠唱が間に合いません。武術は使えないものと考えてください。どっちにしたってアンチフォンスロットのせいでセコい武術しか使えないんだろ。大佐は少しずつアンチフォンスロットを解除しているのよ。そんな言い方最低だわ。構いませんよ、事実ですから。非常ハッチを開け。了解。さすがジェイド・カーティス、武術を封じても侮れない。お褒めいただいて光栄ですね。さ、武器を捨てなさい。ティア・フカオ。ティア？ティア・グランツか。リグレット教官。アリエッタ、タルタロスはどうなった。制御不能のまま。この子が隔壁、
引き裂いてくれてここまで来れた。よくやったわ。彼らを拘束して。ガイ様華麗に参上。アリエッタ、さあもう一度武器を捨ててタルタロスの中へ戻ってもらいましょうか。さあ次はあなたです。魔物を連れてタルタロスへ。イオン様、あの言うことを聞いてください、アリエッタ。しばらくは全てのハッチが開かないはずです。はあ、助かった。ガイ、よく来てくれたな。いやあ、探したぜ。こんなところにいやがるとはな。ところでイオン様、アニスはどうしました？敵に奪われた神主を取り返そうとして、魔物に戦争から吹き飛ばされて。ただ、遺体が見つからないと話しているのを聞いたので、無事でいてくれると。それならセントビナーへ向かいましょう。アニスとの合流先です。セントビナー？ここから東南にある町ですよ。わかった。そこまで逃げればいいんだな。そちらさんの部下はまだこの陸間に残ってるんだろ？生き残りがいるとは思えません。証人を残してはローレライ教団とマルクとの間で紛争になりますから。何人艦に乗ってたんだ？今回の任務は極秘でしたから、常時の半数、140名ほどですね。100人以上が殺されたってことか。行きましょう。私たちが捕まったらもっとたくさんの人が戦争で亡くなるんだから。